はい、今回はですね、筋肉マンの最新話326話の内容を踏まえてですね、ストーリーの今後を予想していきます。いつものごとくコミックス最新刊以降のネタバレ含まれますので、ご視聴する際にはご注意ください。まずは326話の内容をサクッとね振り返っていきましょう。長身の目の前にですね、カピラリアのピースの情報を持って現れたフェニックスチーム元メンバーたち、まあ、情報っていうかね、もう直接所持してそうですよね、ピースをね。そしてどこからともなく鳴り響くゴングとともに、各地で同時に、長身 VS 元フェニックスチームの戦いが開始されたということですね。次にですね、まあ、今後の予想、本題に入りますが、今回も4つの場所ごとに予想していきます。あと、ディクシアについてもね、またね、しつこいようですが、触れていきます。まずは BP4 からなんですが、こっちはね、正直な話ね、ビッグボディとフェニックスですよね。絶対勝つかなと思います。はい。というかね、そのストレッチするフェニックスと、後ろに控えるビッグボディのツーショットが最高にかっこよかったんですよね。いいなと思います。話を戻すとですね、さすがにね、フェニックスの連敗はきついかなと。まあ、その前回の動画でも話したように、どんどんねフェニックスね、自分が思いにね魅力的なキャラにどんどんなっているって、そういう印象を持ってるんでね、今度は勝ってほしいとは思ってるんですよね。まあ、確かにね、調和の神がね彼らの目の前に姿を現した時はゲーって思ったんだけど、まあ他の2人の長身が対戦相手になった時点でかなりホッとしましたね。まあ、大きな勝ちフラグが立ったとも言えますよね。ただね、その対戦が見られるのは他のフェニックスチームの戦いの後かもしれませんね。結構じらされるかもしれません。そしてですね、まあ、調和の神の相手が誰になるかについてなんですが、普通に考えればまだ姿を現していないスグルになりそうですよね。ただこの点についてもね、誰か横やり、まあ、誰かね、いきなりね参戦するかもしれないし、調和の神がコロッセオで戦うかどうかもまだちょっとわからないんで、確定ではないかなとは思うんですよ。ただひょっとしたらこのシリーズではスグルにとってね、王位争奪戦以上の苦難が待ち受けているかもしれません。で、次にですね、プリズマンですね。はい。まあ、彼はね、先陣を切って、フンドの神であったバイコーンと対戦しているんですが、どうなるかということですね。まあ、プリズマンはね、バイコーンに対してね、チョップですかね、あれは。チョップの連打を浴びせていたんですが、あのシチュエーションね、要は、周辺が砂に囲まれているっていうとこでね、張り手を連打していたウルフマンとね、姿を重ねてしまったんですよね、自分はね。そういう点も含めてちょっとね、プリズマンは心配ではあるんですよね。しかも、まあ、あくまで個人的な感想なんだけど、バイコーンはね、結構かっこいいと思うんですよね。だから一戦で終わらせるのはちょっともったいないなっていうのもあるし、まあ、ちょっとフェフェフェのね、笑いは気になったんですけれども、あとね、ジェロニモね、ジェロニモがね、プリズマンが優勢ずらみたいなこと言ってたんだけど、余計なこと言うなとは思いましたね。まあその余計なフラグ立てるなって思わずにはいられませんでした。あとまあ多くの方が気になっていることなんですが、そのバイコーに対してレインボーシャワーが効くかどうかっていうのは気になるとこですね。まあ自分はね、効果はあるんだけど、バイコーの特殊能力で十分な効果が発揮できない展開かなっていうふうには予想してます。まあベタですけどね。はい。あとまあ勝敗についてはね、まあ、前回の動画同様五分かなとは思うんだけど、もしねプリズマンがね、その最初じゃなくて後の方で戦うことになればね、勝つかなっていう予想を立てれたんだけど、先頭を切ってね、その戦うことになるとむしろ敗北なのかなっていうのはちょっと思っちゃいますね。あとまあそのテリーマンたちなんですが、おそらくプリズマンの戦いの後にタッグマッチをするんじゃないかなとは思います。まあ、ちょっとテリーマンの足がどうなるかっていうのは何とも言えないんですが、で、次にサタンクロスなんですが、まあ前回も言った通り、サタンクロスもね、シングルマッチで戦う流れなんですけど、敗北じゃないかなってのは
思います。で、まあ、サタンクロス敗北後ですね、残りの血盟軍が登場して6人タッグマッチの流れかなっていうね、まあ、王道の流れをねちょっと予想してみます。要はね、そのサタンクロスって多い争奪戦で3戦こなしてるんですよ。1勝1敗1分ですよね。で結構活躍してるんで、今回は控えめになるんじゃないかなと思います。まあ、何度も言うように筋肉マンってそういう傾向はあるんですよね。まあ、あるいはね、そのカピラリアのピースを奪われた後別の場所で血盟軍がリベンジするっていう展開かもしれないですね。まあ、どちらにせよサタンクロスと対戦したザ・ニンジャとアシュラマンが弔い合戦をするっていうのもなかなかね熱い展開じゃないでしょうかね。で次にマンモスマンなんですが、正直ね、マンモスマンが敗北する姿は見たくないんだけど、まあ勝利するかどうかは今のところ五分五分かなと思います。そのランページマンとマンモスマンの直接対決は回避されてるんですが、あのあとね6人タッグマッチに移行する可能性は十分にあると思うんですよね。例えばそのマンモスマンが圧倒的な力を見せる中、残りの長身が横槍を入れて、それに怒ったウォーズマンたちも参戦するみたいな感じですね。まあ今あの長身たちだったらそういうこともね普通にしかねないんで、ただマンモスマンからしてみれば余計なことはするなって怒りそうなんだけど、やっぱねカピラリのピースかかってるんで、まあそのこと考慮すれば普通に了承しそうではありますよね。やっぱりね、せっかくねそのねラーメンマン、ウォーズマン、マンモスマンという組み合わせがね実現したんで、もっとねどんどん絡ませてほしいんですよね。ラーメンマンとウォーズマンとかね、ウォーズマンとマンモスマンの絡みがどんどんね見てみたいですね。で6人タッグマッチがもし実現すれば自分は勝利すると思います。でまあ最後なんですが、ディクシアですね。まあしつこいぐらい言ってると思うんですが、なんでまあ今回もね、ディクシアについて触れるかというと、まあこの326話のねフェニックスのねセリフから、結構そのディクシアがこんな風になってんじゃないっていう風に考察されてる方がねいらっしゃったんですよね。だからまあそれも踏まえてってことなんだけど、まあ要はそのフェニックスはねディクシアの代わりにビッグボディを指名したんですよ。ただまあディクシアが死亡のままかどうかは明らかにされていないため、ひょっとしたら別の任務に携わっているのではないかっていう予想をされている方もいらっしゃったんですよね。あとはまあフェニックスを知らないところで実はもうね復活してるんじゃないかっていうね考えもされている方もいらっしゃいました。まあね、よくよく考えれば予言書が燃やされて消滅したマンモスマンが復活したのに同じようにね、ディクシアはスグルのマススパブでは死んでないんで、だから予言書が燃やされて消滅したんですよ。だから同じように消滅したディクシアが復活してないのは、まあ、強い違和感を感じますよね。でまあそのフェニックスはひょっとしたらアリステラ戦でディクシアがまあ死んだものと扱っていたんですが、あれは演技っていう解釈もできなくはないかなとは思います。要はそのアリステラを怒らせて、そのアリステラが超人パワーを吸収するというその特性を暴くためにディクシアをネタに煽っていたとも考えられなくはないんですよね。ただまあそう考えればフェニックスがねディクシアを含めた元フェニックスチームのメンバーを信頼してカピラリアのピースを託そうとしたことと、ディクシアをネタにアリステラを煽っていたことが、まあ矛盾なく説明はできるんじゃないかと思います。まあ筋肉マンは矛盾ありきなんだけど、こういうストーリーの流れっていうのはしっかり組み立てようっていう意思は個人的には感じられるんですよね。はい。まあとにかくね、フェニックスチームのメンバーがどのような活躍をするか楽しみですね。まずはレインボーシャワーが炸裂するんでしょうかね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。